毎日ポジベ。はい、ポジベ期19年スーパーポジベディーチャー福地でございます。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、今ポジベ酒屋9年目なんですけども、ネガティブの定義を変えます。はい、なんでですね、僕のネガティブの定義を変えようかと思ったかというとですね、今までのネガティブの定義、一番最初このお店がオープン当初は人の悪口、不平不満口、言い訳、これはネガティブです、これはネガティブなんて言っちゃダメですって言ってました。それからですね、時が経って今度は人の悪口、不平不満口、言い訳、これを言うのはいいけど、最後言った後にだからこそどういう風にしていこう、ここまで話せば大丈夫です、これを言いっぱなしにしてしまうことがネガティブです、とそういう風に言っていたのをですね、昨日からはこういう風に変えました。人の悪口、不平不満口、言い訳、これは全部言っても OK、 うちのお店のネガティブは人の考え方、価値観、夢、これを否定することですっていう風に変わりました。いろいろですね、僕も人生生きてですね、いろんなことをこう経験したり体験したり考えたり読んだりしながら、いろんなものをですねこう考えていくうちに、もう言いっぱなしもいいと、むしろ言いっぱなし言った方がね気持ちよくなれるし、もうそんなのはネガティブじゃないと、一番は誰かの考え方や価値観や夢、こういうのを否定するのだけはやめましょうと、これがネガティブですというふうにですね変わったんですよ。やっぱりね、自分の考えてることとか価値観とか夢ってね、否定されたら嫌な気持ちになりますよね。自分の考えは自分の考えで持ってていいし、ただそれを人に押し付けたりとかはダメと、はい、なります。なのでもし誰かの考え方とか価値観とかそういうのを、なんかあこの子ちょっとこういうこと言いたいなと思ったんであれば、すいませんちょっと提案があるんですけど、こうちょっと今の話の中で提案させていただいてもいいですかっていうふうにですね、もう相手が話しているものをちょっと提案みたいな感じであるんですけどと言って、相手が OK してくれたら、あ僕はこういうふうに考えてるんですけどというのは全然 OK ですので、ただいきなりね土足で相手が考えてるをですね、いきなりこう否定するような言い方、これはダメというふうにしました。いきなりねこの話をしてて、こうですってね、いきなりこう否定されたら嫌な気持ちになりますよね。これを例えて言えばですね、初めて行った友達の家の冷蔵庫をいきなり開けてドリンク飲もうとします？しませんよね。もし喉渇いてそのお友達の家でなんかドリンク飲み物が飲みたいなと思ったら、本当申し訳ないけどちょっと飲み物一杯もらってもいいかなっていうふうに言って了承してもらえればドリンク渡してもらえますよね。そういうふうにちゃんと、もし自分が提案をしたり何か言いたい場合は、そういうふうにちょっと提案あるんだけどと言って了承してもらったら自分の気持ちを言うと、そういうような形ですね、完全に全部を何も言っちゃいけないというわけではなくて、自分の考えは自分の考えでいいし、ただ人の考えを何かこうちゃちゃを入れたりとか、何かをちょっとこう僕はこういうふうに考えるっていうんであれば、ちゃんとちょっと今その話提案があるんだけどちょっと話してもいいかなとかで了承を得ればね、別に自分のその人相手の価値観とか考え方に対して提案をすることはもちろん可能でございますので、ただ土足でいきなり入ってっていきなりこう人の考えを否定するようなこと、これはもう絶対ダメと、こういった形でうちの店ですね、新たにまた進化をしましたんで、はい、これからこれを見た人たちはね、僕のお店ではそうやって誰かのね考えとか価値観、夢は否定しないでください。はい、よりね、このポジティブ居酒屋はみんなが気持ちよくね、楽しくいられる場所としてこれからもね保っていきたいと思います。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。